鈴木。おお。え、あ、佐藤。おお。参りました。今日は素敵なゲストの方が再び、登場していただきます、昨日ですね、声優デビュー&創作表現活動25周年ベストアルバム君だけが使える魔法が発売されました。こちらの方です。どうぞ。皆さんこんばんは、丹下桜です。ガー久々でございます。丹下さんね、もう前回は、はい、2015年の4月2日、はい、あ、そんな前、もうやる約2年ぶりということでございますけれども、はい、その時はね、アルバムショーリングスラーのね、ショーリングスラーのねショーリングスラーの発売時でございましたけども、はい、ね、まあ、デールマスターズ VS レボリューション、うん、ファイナルや、そうです、ね、フェイトエクストラ、ラストアンコールや、はい、アイドル事変などの、ね、アニメ、さらにはですね、はい、メビウス、ファイナルファンタジーなどのゲームでも活躍されておられますけれども、はい、ね、もう、もう結構もう本当はもう25年経ったんですね。えらいもんでございますよ、それはね。もうだから私とほぼほぼ変わらない、ね、そうそう、芸歴も僕そんなもんですからね、はい。でまあまあ、竹澤先生、4月で言うと、はい、これすごいよ、これは私も嬉しい。 NHKBS プレミアムで、はい、カードキャプターさくら、さくらカード編の再放送が始まると。いいですね、やりましたよ。4月の16日から始まるわけでございます、はい、そして、はい、2018年にはなんと、はい、クリアカード編、はい、新作です。これ何ですか、これは。今、仲良しさんの方で連載してるんですけど、さくらちゃんたちが小学校から中学校になったお話が始まってるんですよ。あら、まあ、まあ、続いてるんですね。そうなんです、新作として。そうかいな。新たに、あのお友達、金持ちのお友達も言い方、え、言い方、あの写真がめっちゃ好きなお友達も一緒に、前はこうハンディカムとかで撮ってたんですけど、そのために今モバイルとかなんか、あ、もうちょっとそれも、ああ、そうか、進化してるんか多分撮ってくれるんじゃないですか。衣装もガンガンに作ってるんでしょ、うん、そうですよ、あの子ね、バトルコスチューム、バトルコ、いや、なかなかに楽しみでございますけど、あ、見ててくださったんですよね。見てました。私はか、I am a dreamer です、潜むパワーです、プラチナか、そりゃそうです、そりゃそうです、それはやっぱり私はもう完全に見てましたから、嬉しい、嬉しいです。スタイにビデオ借りに行ってました、私は当時、はっきり言って、あ、オンエアではなく、オンエアをだからちょっとこうまちまち見るのが嫌で、あ、それそう、ほんで一気に見ようと思っても全部借りて、私もそれ派なんです。そうでしょ、一気に見たい、もう嫌なんですよ、もう間抜けるのが嫌なんですよ、一気に見たかったからガッシャンガッシャン言わせたからね。あ、嬉しい、ありがとうございます。もう借りてましたよ、怪獣とか言ってよう言って怪獣じゃないもんとか言ってね、お兄ちゃんゆきとさんみたいなね、あの完璧なやり取りを私は非常に、そんな怪獣じゃないもんいただいたぞ、いただいたぞ、みんな聞いたか、ありがたい、本当にあんな妹が欲しくて欲しくてね、国民的妹でしたね、可愛かった、可愛かった、元気はつらつでね、うん、だからちょっとあのほら男の子出てきた時のなんかお兄ちゃんの気持ちがね、なんかちょっとそう、シャオランが出てきた時のお兄ちゃんの気持ちは、はい、お前みたいなけどあんまり強くはできへんしみたいな、大人げないしみたいなね、ま
うん、だからお兄ちゃんもどうなってんのか、俺がゆきとさんもほらそっちやったから、実はゆきとさんはそっちやったから、その辺どうなんて、ぼやっとその辺がどう続いていくのか、ね、コメントざわざわしちゃうから、ざわごめんな、すまんな、はい、お父さんがうんとかね、お母うんとかねありますけどね、いろいろなんです、いろんなあのジャンルの方にお楽しみいただけるようなボーダレスな、なんかね、あの当時の結構だから、ね、あのクランプさんの作品っていうのはほら、はい、他の作品もリンクするじゃないですか、うん、そうなんですよ、そう翼とかリンクしたり、ホリックでリンクしたりとかするから、はい、なんかその辺もね、いろいろと解決して、いろいろとこう進んでいくのが楽しみでございますけれどもね、はい、そして、4月1日には、はい、あ、こんなんやるんですね、さくらフェス、はい、2017カードキャプターさくらお誕生日会、なるほど、そうなんです、もうあと2週間来てますけど、あのオンエア当時でも、はい、キャストが5人揃うイベントっていうのはやったことがなくて、過去最大人数だと思います。なるほど、コロナ贅沢なんですね、いやおめでたい、でもお誕生日といえばね、はい、やはりそういうことでしょう、はい、来ました、はい、はい、タミさん、ありがとうございます、お誕生日、お誕生日イブですね、はい、タミさん、明日お誕生日ということで、 ありがとうございます、嬉しいです、あ、封しようと思ったけどない、今回はね、あの桜をかたどって、おい、なんか気使えよ、おい普通のショートケーキじゃないか、なんか大好きです、桜色とか、あ、ちょっとイチゴをね、こう、ちょっと桜っぽくね、あしらってみましたけども、あ、嬉しい、うんうん、ありがとうございます、さあ、みんなで歌うよね、みんなで、あ、歌ったかんの、あの歌歌ったかんの、いつからえ、ずっと、いや、びっくりするわ、ずっとって何その言い方、長いマリコかな思ったわ、びっくりしました、あの人、あの感じでずっとやった届いたでしょ、届いたでしょ、私は届きました、うん、僕のツッコミは届くやつだけで届けっていう時もたまにあります、わからない人は調べてください、ミラクルガールずっとで出ますから、はい、ということで、はい、後ほどね食べてください、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、これ後でちょっと待って、もう何が起きるかわからない、もう俺が叫んだらいろんなも飛ぶしあかん、さあということで、はい、さあさらにはですね、3月31日今月末でございますね、はい、発売される賢者の弟子を名乗る賢者、はい、第7巻、はい、これ小説なんですよね、そうなんです、こちらにはなんかオーディオドラマがついてて、はい、これヒロイン役、そうなんです、一応ヒロインなんですけど、うん、設定がすごい複雑で、どうなってるんですか、もともとは青年なんですよ、20代ぐらいの男の人、はい、男の人が現実世界で、でゲームをしてるんですけど、うん、そのゲームの中では老練な賢者の役を自分で、うん、プレイしてるんですね、うんうん、でその老練な賢者が、うん、なんかうにゃうにゃって可憐な美少女になってるっていう、だから複雑ですね、そうなんです、老練な賢者の元は20代ぐらいの青年、うん、っていうことは、でもその美少女の声をやってるんですよね、はい、そうなんです、けど気持ちはだから男気持ちなんですか、わしなんとかじゃ、わし可愛いって言うんですけど、あ、なるほど、そういう面白さか、で、まあ、見た目が絵も可愛らしいので、うん、絵には合わせて最初演じたら、うん、なんかディレクターさんが、はい、ちょっとじゃ中身が老練な賢者なので、うん、ちょっとその辺を意識してやってくださいって言われて、ああああああ、私にできる老練って言ったら一つしかなかったので、うん、それをやったら、うん、元ので戻されたんですね、戻りましたね、いや、まあ、難しい、だから可愛いけど喋りがおじいちゃんじゃないけど、まあ語尾とかが、ね、はい、そういう風になってくるということか、 なるほど、あ、ほんならまあまあいくいくはね、本当にアニメとかになってほしいところですけども、あ、いいですね、今のところ、はい、オーディオドラマが小説についてくるから、それで楽しんでもらえると、はい、いうことでございますね、はい、うん、でなんか先週末もライブはい、やったんですよね、すいかがでしたか、 どんなライブ、どこでやったんですか、原宿のクエストホールでやったんですけど、はいはいはい、バンドライブで、あら、まあ、すごい、このアルバムからの曲と、はい、うん、あとは桜ソング、カードキャプターさくらの歌と、あと本当にお花見の桜ソングを毎年春の定番で歌ってる、なるほど、そういうのあるんですね、ずっと、はい、あとキャラソンを
グラブルのあグラブルファンタジーの、はいはいはい、結構もうやっぱいろいろやっておられるからガルフレも歌わせていただいて、あ素晴らしい、はい、うん、すごい盛り上がりました、おかげさまで。そのライブの中でラジオ番組の番宣も撮った、はい、そうなんです。どんなことしたんですか。あのうちの番宣って決まった番宣じゃなくて、はい、毎週リスナーさんに作っていただいてそれを私が読んで毎週変えてるんですよ。すごいな。そうなんですよ、新鮮なので、いろんな今までも番宣があるんですけど、はいはいはい、今回は会場の皆さんの声をぜひ入れたいということで、おうほうほう、タイトルコールをしてもらったり、あ、た、丹下桜の、はい、ナタデココって言ったっけ。何でしたっけ。違う、何でしたっけ。ラジオ、うん、アラモード、それ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 、なんかスイーツだけ覚えてたんですけど。あそういうこと。そうそう、アラモードね。アラモード、なるほどなるほど。他はまあちょっと聞いてのお楽しみ。ああ、そうか、またぜひその辺もちょっとね、はい、聞いていただきたいということでございますね。はい、はい、なるほど、結構いろいろやっぱり面白いこともやられてるんですね。この番組のディレクターさんと私の番組のディレクターさんが一緒だから会場に音を取りに来てくださったんですよ。一緒なのあの人。はい、天川さん。天川さん、え、いつからやってんの。もうずっと、だってずっとやんか、そこはもう最初からやないがね。俺のパス、丹下さんの方が早かったよ。丹下さん横でずっとって言ってたよ。言ってんだ、もううち8年になるので。そうですね、うん、そう、なるほどね。コメントで天丼って流れてました。天丼大丈夫です。はい、ということでございます。はい、天丼ってわかります。わからないです。あのボケを、同じさっきやったボケをもう一回かぶせることを天丼って言う。天丼でこう開けたらエビ2匹あるでしょ、はいはい、だから同じのが1個って、なんかそういう諸説あるんですけど、はい、そういうのをこう芸人とかお笑い用語で天丼って言うんですよ。なるほど、覚わりました。覚わりましたか、はい、うん、ということで今回のアルバムナタ今回のアルバムナタデココでしたっけ。そういうことです。今のです、使い方覚えた。そうです、そうです、はい、分かりました。さっきのボケそこでかぶすみたいな。なるほど、そういうやつです。それが天丼です。今度使います。そうだ、もう、はい、いいですね、ラジオでファッと天丼してね、はい、天丼します。今のが天丼ですって言ってね。いいですね。はい、ということですが、はい、さあそのね、25周年のこの記念ベストアルバム、はい、君だけが使える魔法がね、発売されました。はい、もうなんかこれ全32曲収録の2枚組ということですけども、はい、これなんかほぼほぼ作詞されてると、はい、そうなんです。ディスク2の Your My Destiny 以外は全部作詞を担当しています。まあまあ、ほんと31曲、はい、作詞。あら、まあすごいでございますね、これ。なんか特にこう作詞思い入れある、まあ全部そうやと思いますけど、はい、なんか大変やったとか、これはあの時なんですとかいうのありますか。そうですね、うん、作詞、なんか物語みたいで結構気に入ってるのが、うん、ディスク1の M6 ID 結構好きですね。あの人魚姫をモチーフにして、うんうんうん、作ったんですけど、あ、 ID？ あのこの間聞いた人が、うん、まさに私がそれをイメージしてた映画の名前を言ってくださって、あのメトロポリスっていう、おうおう、あるんですね、アニメの映画ありましたよね、はい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 、なんかあの世界観をイメージしてたらちゃんと届いてリンクしてるんですね。インタビューの方がなんかそれみたいなって言われて、全くそれは書いてないんですけど、嬉しいと思いました。ちゃんと届くんですね、うん、そういうのはしっかりと ね嬉しかったです。うん、なんかこれ、はい、結構今まで楽曲たくさんあるでしょ、はい、何曲ぐらいあるんですか。100曲以上はあります。100曲以上ある、うん、いやこれちょっと悩みませんでしたか、この言っても曲 選曲ですかね、はい、あのベストアルバムも何枚か出していたので、うん、はい、今回は2006年以降に出したアルバムからセレクトしたんですね。それはなんで2006、なんか決まりはあったんですか。なんでその前のはもうベストアルバムにしちゃったんですよ、うん、そういうことね、はい、だからベストアルバムに含まれてない中からと、はい、なるほど、うん、なるほど。あとはそのさっき言った自分のラジオのオープニングエンディング曲は全部入ってます、うん、あ、もうそれは絶対と。そうなんです、素晴らしいですね、はい、もうファンの人にはたまらない作品。なんかここにありますけど駅伝を見た作った曲もあると。はい、ちょっと当てよう、
駅伝、あ、テール、あ、でもでも最後の夏書いて、あ、それ甲子園です。あ、甲子園、最後の夏の甲子園。惜しい、すごい惜しい。走るってこと。そう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 、マラソンやろ。そうそうそう、マラソン駅伝。すごいいいとこ。レディーゴー、レディーゴー。あ、レディーゴーはなんだっけ、レディーゴーじゃないんですよ。レディーゴーじゃない。レディーゴーって用意スタートじゃないですね。いい感じです。どこや。着眼点がいい。どこや。トライはラグビーやしな。あ、違う、トライは挑戦なんですけど、ラグビーではなかったです。全部スポーツとかちゃうもんね。間違ってんね。なんかどれや、どれや、どれや。ランあるやろ、ランあるやろ、ランあるやろ。どこや。あ、あ、これか。2枚目の9番目。そうです。トレイルラン。トレイルラン。トレイルラン。これが。あの、山を走るマラソンっていう感じなんですって、トレイルラン。あ、駅伝を見ながら山走る。山の神とかいたじゃないですか。ああ、トレイル。トレイル。ああ、そういう歌なんですね。なんかそれにまあつなげて、うんうん、こうみんなの応援ソングになるといいなと思って。なるほどなるほど。ね、うん、で僕もさっきコメントもありましたけど、あの、はい、好き多分好きっていうのがものすごくこう意味深な。ねえ、こういい感じのなんかタイトルだけ見ると、うん、どんな曲だと思います。これはもうちょっとこうなんていうんですか、うん、もうお前俺のこと好きなんやろ。そんなことないわよ。でも好きで多分好きみたいな、ちょっといじっぱりな素直になれない女の子、それお前好きってことやんけ、へいへいみたいな。ちょっと言ってて恥ずかしかったですか。いや、大丈夫です。基本的に僕はもうこういうことばっかり言ってご飯食べてるんで。なるほど。うん、ごめん、タオル持ってきてくれる。汗はかいてるから。冷や汗はかいてるから。あ、でもですね、うん、歌詞なんですけど、うん、ニュアンスは近いです。ちょっと小悪魔っぽい女の子をイメージした。あれ、小悪魔イメージしてないんですか。いや、小悪魔じゃないです。僕の中ではちょっともう引っ込み思案な、好きって言えない素直に。あ、そうですか。好き、多分好きもあるんですけど、うん、好きでもないっていうのもあるんですよ。恐ろしい。好きでもない君に言われ、心が折れる日も、嫌いでもない君に言われ、復活遂げる日も。ちょっと待って、これって、うん、女の子が言うセリフなんですか、女の子が言われるセリフなんですか。女の子が言ってます。言うんですよね。あなたのこと好きでもない、でも嫌いでもない。うわ、一番辛いわ。あれ、俗に言う友達以上恋人未満。じゃそれあるか、そんなもん。このように、いや、でもそんな生ぬるい感じではないんです。生ぬるかったですか。結構今の傷つくけど。あ、本当ですか。うん、なるほど、そんなちゃんと好きなんですよ。好きやけどちょっと意地悪しちゃいたいみたいな。なるほど、そういう小悪魔的な感じね。はい、うん。僕の同級生がね、あの林間学校でみんなで告白行って、うんうん、スケヒロってやつが、スケヒロ、ああ、僕のつけてくださいって南さんに告白来たんですけど、はい、多分嫌いって言われてましたけどね。そ私多分嫌いって言われて、その多分いないやろって、その多分嫌いをずっと中二の間ずっと言われてました。スケヒロは、うん、多分だとね、希望抱いちゃうんですかね。もう多分が無理くん、無理、もう南さんの優しさやったんですよ。もうそれ以上なかった。ん、次行けと、次もっといじりたいやんけど、次行けと、次ありました。はい、ということでございまして、なんと、はい、ね、発売記念イベントがございますよ。そうなんです。今週末でございます。はい、3月26日日曜日はタワーレコード梅田、そして、はい、ヌー茶屋町店でございます。大阪の梅田でね、やります。はい、そして4月16日日曜日はアニメイト横浜店で、はい、こちらトーク&ミニライブを開催いたしますので、はい、ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。はい、いいじゃないですか。はい、まあね、大阪でやって、うん、うん、そして横浜でやると、ね、はい、2週にわたってちょっと間空いちゃうんですけどね。ああそうですね、2週っていうことじゃないです。お時間いい方、まあまあまあ、ぜひ大丈夫でしょう、ね、いらしてください。はいはい、ぜひぜひね、はい、見てあげてください。さあ、ということでございまして、じゃあちょっと、はい、曲をね、1曲皆さんにもね、お聞かせしたいと思います。はい、じゃあちょっとお願いしてよろしいですか。はい、はい、アルバム君だけが使える魔法より、オールフォードリーム。
現在公表発売中のベストアルバム君だけが使える魔法からですねAll for Dreamをお聴きいただきました。さあここからはレギュラーメンバーもこちらに来ていただいて、はい、この企画です、うん、どうぞクイズ電人ショック。うわー第3回第3回もうや2回やったっけやってるんですね。さあ、ね、2015年4月前回ね、はいはい、武さんにお越しいただきました、はい、武さんのですね山ガール始めましたという曲にちなんでですね、はい、山に関する問題でクイズを、出しまして対決いたしました。その結果、はいはい、うん、武さんが見事クイズ王に輝きました、うんうん、今回はそのクイズ王のですね王座を防衛できるかどうかという戦いでございます。なるほど。だいぶなんか不正があった記憶があるんですよ。なんか問題になんかいろんな問題の難易度がね、なんかそんな気がしたんだけど気のせい、非常に山に関わる問題ばっかりを取り揃えてますので、わかりました。ちょっとほんならその2年前の映像を見れるのでご覧いただきましょう。どうぞ。2年前クイズ電人ショック。カメラ悩んでましたね。カメもやった最初で大きな声を出すと帰ってくるのは何ビコ、うん、山ビコ。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ここまで書いてあるじゃん。山下達郎さん。だろうね。裸の大将といえば何清、うん、山下清。漢字の山に関する問題。山ばっかりや。やだ、これ、やだ。ここ間違える。ほんとやだ。ここ間違える。ほんとやだ。3だね。さあ、ということで、棒の数言っちゃった。そうです。1、2、3、4って言っちゃった。山に行ったらよくある、顔はめの看板でしょ。何が体験できるということで。何どうぞ、山下さん。そうです。山頂に君臨するような方は、やっぱり会長レベルの人じゃないといけないと思うんですよね。会長なりだけやったんかな。非常にやっていただいたんですけど、やりたかったんかい。罰ゲームなの。いや、これ優勝したら罰ゲームだよね。でもめっちゃぴったりやっとるやん。いやそんなことがありました。あれは欲しいね。恥ずかしい。あれは欲しいね。さあ、ということでございまして、今回は誰がクイズ王に輝くのかという、はい、ね、武さんが見事防衛できるのか否かという感じでございます。問題が気になるな。さあ、これから千代丸さん、はい、山本ちゃん、名人、そして丹下さんの4人でクイズ対決いたします、はい、1分間で何問正解できるかを競います、はい、こちらは電磁ショックですので、正解が3問以下の場合は大変なことになりますからね。なるほど。3問以下、はい、3問以下ね、はい、うんうん、丹下さんもなりますからね、3問以下だと気をつけてください。はい、さあ、それではまず元クイズ王の千代丸さんに。あー、言い方ムカつくな。やっクイズ王にリアルに勝ってる男ですからね、はい、過去ラジオ番組でガチのクイズ王に勝利してるんです、はい、過去過去いいですね。わかりました、やりましょう。ここで再び輝いてください。やりましょう、はい、すごい。さあ、それでは千代丸さん、はいはい、ご準備よろしいですか。はい、もう僕はいつでも。それでは行きましょう。はい、ショマルさんに緊張するね。する問題です。電人ショック。戸田市川岸の北部は何通り？戸田市川岸公園の横を流れる川は？荒川。荒川。コワーキングスペース川岸倉庫何年オープン？2012年。イオンモール北戸田、もともと何の跡地？何この問題。旧川岸児童遊園地、今の名前は？これ構成作家さんの地元の。戸田出身の10代のファッションモデルといえば？が埼玉出身なんだ。下前2丁目にあるスーパーマーケットは？何このクイズ。何？
田中商店。戸田想定上、昔は何が釣れた？え、ボラ、ボラ。戸田子供の国児童館のドームは何をイメージしている？え、プランタリウム、空、空、宇宙。戸田駅のステーションカラー、何色？当たってないから今、当たってないってこと？最高ドーマングリーンパークで今週末行われるのは何？知るか！戸田市の歌、タイトルは？戸田温度。残念！ちょっと待って、さっきの山で響く声、何びこだったよね。あんな問題じゃないの、俺には。ダメです、でも全部川岸に関する問題でしたよ。はい、ということで、3問以下だったので、天使スピーわー、辛そうだ、辛そうだ、うわー、辛そう、あー、宇宙だ、宇宙が歪んだ、宇宙が、時空が、ブラックホールになってるよ。やりたくない、やりたくない。え、何この問題。やりたくないよ。あの人すぐ呼ぶからな。何気になる問題ありましたか？いや、あの、何にも気にならない。わけわかんない。もうね、もう、なんだろう、ジョイポリス思い出しちゃって。そうですね、ジョイポリス覚えてるよね、君ら。俺がジョイポリスで、はい、うん、何でもいい。まあ、あの、今週末行われる祭りは子供金魚祭りです。知らねえよ。さあ、続いて山本ちゃんかな。やだー。さあ、それで山本ちゃんに関する問題いきましょう。クイズ電池ショー。私に関する。アメリカの大統領、何トランプ。これは、おい、予行練習のいる、予行練習の時にいる猿って何。え、なんて、予行練習。環太平洋戦略経済連携協定、アルファベット3文字で言うと AKB。 後ろに下がるほど強いものって何。え、何後ろに下がるほど強いもの。日本の国会、衆議院と何。参議院。正解。携帯電話の中にいる魚は。シム。去年オリンピックが行われた国は。オランダ。読んでいると体がしびれてくる本のジャンルは。ビリビリ。馬宿の王子、別名は。は。いいぞ。取られてしまったのに笑っているものって何。はははあ。スリジャヤワルダナプラコってどこの首都。アメリカ。体が痒くなる式って何式。運動式。え、ちょっと待って。山本ちゃん、1問しか正解できなかったので、ダビスピアリーの。私ジョイパン終わった。うわー、うわうわうわ、うわ、宇宙の。わーお。わーおって。山本ちゃん、ひどいな。何が当たったの、逆に。衆議院、衆議院です。あー、はい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 。アメリカの大統領はトランプさんだよ。何トランプ。クワ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 。ドナルド。あー、ドナルドダックだ。ドナルドダックトゥービタントゥーマイセルみたいな。やだな、俺。いや、もう携帯の中の魚はシム。シム。超可愛かったね、あそこね。シム。むちゃむちゃ。携帯の中の魚って何。シムじゃない。タイです。タイ。携帯ね。携帯。はいはい。結構ね、謎謎が多かったよ。謎謎が。予行練習の時にいる猿はリハーサルとか。あー、わーかる。山本向けだね。呼んでると体がしびれてくるのは電気とか。はい、うん、体が痒くなるから開会式とかね、そういうやつ。このレベルは今日入ねえ、問題のレベルだね。これは明治理はすごい有利な問題でいきますよ。ずるいな。さあ、それではいきましょう。高橋明治理に対する問題、電池ショック。ビートルズ来日、西暦何年。1964。ミニスタの女王ツイッギー来日、西暦何年。クリスタルキング大都会発売、西暦何年。黒船来航、西暦何年。なんだっけ。ディアディソンが紅白に出場、西暦何年。ボンベを操作して悪代官の屋敷に殴り込むゲームといえば。ナタデココブーム、西暦何年。92年。まるまるもりもり、西暦何年。
CC ガールズ結成、西暦何年？え、ちょっともう名人がかわいそうになってる。お母さんと一緒放送開始、西暦何年？ひどいよ。65年。高橋名人街頭インタビューを受ける、西暦何年？2001年。高橋名人の冒険島発売、西暦何年？86年。うわぁ、なんじゃない？名人最後の問題1問正解なので、3問以下だったので、デンジスピー！いやこれね、意外ときついのよこれ。今まだまだこうなってますからね。昨日の酒残ってんのか。二日酔い中です。二日酔い中です。え、でもこれ系だったらちょっと単下さん、やばいよね。やばいよ。うん、やだ。とうとう単下スピー桜散るの、うわ、何になるんでしょうか。けれども2問以上答えれたら、優勝だ。仮に2問3問でも、2問3問でもスピンはあるかもしれんけど、優勝だ。はい、そうか。でもまあこのレベルの問題で言ったら1問頑張って1ですよ。ねえ、そうだもんだ。これね、笑ったり突っ込んだりしてると問題聞けないでね。気をつけてくださいね。分かった、頑張ってます。はい、さあそれではいきますよ。はい、丹下さんに対する問題いきましょう。はい、いきます。これはクイズデンジシャーク。今何問目？4問目あ、私がじゃなかったんだ。ストレイシープとは迷える何のこと？子羊。身分証明書をアルファベット2文字で言うと ID。 ピンクレディのメンバー K と誰？ミー。ドリカム、略さずに言うとドリームスカムトゥルー。算数の問題、速さ×時間で求められるものは距離。全員は一人のために、英語で言うと、噂の東京マガジンの人気コーナーといえばやって何？聞こえなかった。夏目漱石の代表作といえば何コロ？ボッチャ、あれ？コロ？流れ星を英語で言うとシューティング何？スター。春と秋の間の季節は夏。漢字の山、画数はいくつ？3。なんかさ、柳原さん、はい、これレベル一緒ですか？はい、問題の。もう何よりびっくりしたのは、なぜ8問しか正解できないんだろう。どこですけれども、マリオ間違えたの。特にね、びっくりしたのはね、今何問目。あれ、ワンホールか。今何問目です。じゃあ、あの、この順番で4人目だから。4人目ならね。4人目だね、それは。そういうことか。全体の問題だと思ったので、僕的に言うと、あんだけ天丼教えたのに、なんで山の画数3って答えるんですか？ここ天丼チャンスだよ。天丼って言ったら天丼ってなったのね。しかし8問正解だったので、クイズ王防衛成功。やりましたすごい。8問なんて、いやすいません、けど恐ろしいわ。夏目漱石の代表作といえば何コロっておかしないこれ。これね、心っていうことですか？心か。何コロで答えこうって出る？逆にわかんないよ。これが一番難しいんじゃないかな。そう、ね、あとなんだっけ、あの全員みたいな意味なんですね。全員は一人のためにね、ワンフォールはオールフォーワンなんですね。逆を言っちゃったのかな。そう、一人は全員のために。そうですね。噂の東京マガジン人気のコーナーといえばやってない。それ聞こえなかったですか？そうです。こう騒いでるとね、問題が聞こえたんですね。なんであれトライとか言って到来なのかもしれない。言ってちょうだいと思いますよ。なるほどね。素晴らしい。でも負けは負けですよ。はい。さすがで、さすがクイズ王。いやー、楽しいですね。はい。ということでございまして、はい、また第4回。ちょっとまだ防衛しないといけないので、はい、ぜひね、はい、来てくださいね。いや、頑張ったのにな。桜散るのはいつなのでしょうか。
次こそはやるわ。知らすことが桜吹雪を見れるのか皆さんは。明治無口になるか。大丈夫。もうねまだ残ってる作が。大丈夫、助けてくださいよ。はい、明治散らないでくださいね。もう明治西暦がトラウマになってる。一回でもちょっとさ、ねえ。俺がさ、街頭インタビュー受けたの何年、はい、99年それ当たったんでしたっけ、あ、2006年、最近や、2006、そうでしょ、それはないよね、11年前、まだそんなもん、そうです、街頭インタビュー、いや、2000年であることは確かなんですけど、多分ね、はい、あ、そうということでございましてね、最後に改めて、はい、タケさんのお知らせでございます、はい、声優デビュー&、創作表現活動25周年記念ベストアルバム君だけが使える魔法が現在好評発売中でございます、はい、週末3月26日日曜日はですねタワーレコード梅田ヌー茶山地店で、そして4月16日日曜日はアニメ横浜店でトーク&ミニライブを開催いたします。さらに4月1日土曜日はですね、ルネ小平で、いや、ごめんなさい、ルネ小平大ホールで行われる桜フェス2017、はい、カードキャプターさくらお誕生日会にも出演されます。はい、そしてですね、先ほど見ました、丹下さくらのラジオアラモード、こちら、文化放送の超 A&G プラスでですね毎週日曜夜9時半から放送中でございますので、はい、ぜひそちらの方も合わせてですね、うん、聞いて楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ最後に丹下さくら一言いただきましょう、お願いします。はい、防衛できてよかったです。かわいい。いや、本当緊張しました。ねえ、素晴らしかった、はい、いや、緊張の中蜂もなかなかいけないですよ。すごい、素晴らしかったです、本当に。はい、いや、そこじゃなくて、その感想じゃなくて、あの番組が終わるので、そうですね、あとはちょっと天丼を言えなかったのが後悔してます。そこやなくて、ファンの皆さんに一言ってことです。皆さん聞いてください。タイトル、はい、タイトル何でしたっけ、はい、君だけが使える魔法です。なるほど、よろしくお願いします。ラジオのタイトル何でしたっけ、ラジオアラモードです。あ、そうですね。全ての天丼チャンスを捨てていくという。なんだっけ、なんだっけ、もうなたてここです。忘れてた。もうダメだ。で、後で勉強しましょうね。いいです、いいです、タケさん、それが可愛いので。はい、ということでございまして、今日のゲストはクイズ王タケさくらさんでございました。ありがとうございました。目指せ大冒険。